昨夜金沢市で住宅を半焼した火事は、実況見分の結果、電気系統のトラブルが出火原因の可能性が高いことが分かりました。この火事は昨日午後7時ごろ、金沢市久安3丁目の金田哲郎さんの木造2階建て住宅から出火したものです。火はおよそ36平方メートルを焼いて1時間後に消し止められましたが、2階から飛び降りた金田さんの妻が軽い怪我をしました。警察と消防の実況見分の結果、1階洋室にあったパソコンやプリンターなどの電気機器があった北側が最も激しく燃えていたということです。このため消防は、火元はこの洋室で電気系統のトラブルが原因となった可能性が高いとみて、さらに詳しく調べています。